本目の法律案から強行採決に打って出たわけであります。金曜日に採決をしましょうということで、合意してたんです。それを木曜日になって急に質疑を打ち切って採決をするという話になったものですから、いくらなんでも乱暴じゃないかという形で、まあ、本会議をボイコットしたわけであります。しかしこのボイコットっていうものはですね、国会が異常な状態であるってことを国民の皆さん方に示すことはできますけれども、これはちょうど私その時金沢にいてですね、金沢で話をしてたんですね。そうしましたら、はいと言って、まあ、ある中年の地方議員の方が手を挙げられまして、先生、うちの子供は小学校3年生なんだけど、お父さん、与党と野党が逆さまになって同じことやってるね、小学校3年生の子供に言われちゃいましたよ、なんとかしてくださいというような話をですね、いただくようにですね、必ずしも国民、特に自民党を支持してくださった方々に、評判は良くなかったと。ですから、よし、じゃあ十分な時間を審議させろということで、交渉に臨んだんですけれども、党首討論さえ取れればやりましょうと言って、今度国会に出てみたらですね、こっちがまたやっぱり戦う野党じゃなかったんですね。すっかり騙されちゃって党首討論もやってもらえなかった。ですから冒頭申しましたように、戦う野党の姿ってものを十分に示すことができず、盛り上がりのないまま閉幕してしまったんじゃないかと、ここは非常に我々は反省しております。マスコミで自民党はダメだって言うと本当にダメだと思うし、民主党がいいと言えばいいと思う人が多いんじゃないかと思うんですね。ですからマスコミ対策は非常にまずかったんじゃないかと。持ち上げるんですよメディアって。そうすると面白いですか。面白くないと新聞も買ってくれませんし、テレビも見てくれない。それが極端であることはもう先生のご指摘の通りだと思うんですね。利権と結びついて、ダムにしろ、空港にしろですよ、あんまり必要にないところをどんどん作っていって、結局は天下り官僚の地元 の政治家、それとか土建業者ですね、そんなんと結局どてたかって、なんか国家を食い物にしたような気がしますね。私は日本の国の発展を記念いたしまして、乾杯の運動を取らせていただきます。ご唱和くださいませ。乾杯。